脚本家の吉田えり香さんは花江というキャラクターをもう一人の主人公と位置づけているそうです。姑の春からだしの味について指摘される場面が描かれており、これを通じて花江が嫁ぎ先の家庭の味を学んでいく様子が示されていました。このシーンは花江が春とうまくやっていく可能性を 感じさせるものでしたが次週の予告で再び彼女が登場することから何か重要な出来事が起こる予感を演出していましたトラコのように困難な道を選ぶ女性だけでなく一見幸せそうな道を選んだ女性の生活にも挑戦があることを示していますこの物語は現代においても続く 女性たちのガラスの天井を破る試みへの支援のメッセージかもしれません。花江を演じる森田美里さんの起用には大いに期待が寄せられています。第3週「女は3階に家なし」女性は幼い頃は親の下で生活し結婚後は夫に従い老後は子供たちの手を借りるため本当に自分の居場所を見つけることが 難しいいとされています広い世界の中でも自分だけの安らげる場所を持つことは容易ではないという現実があります生徒数が減り存続の危機に陥る名立大学女子部宣伝のため2年生のトラコたちは3年生と合同で法廷劇を上演することになった米は良子が書いた法廷劇の脚本を 甘いと批判しトラコと言い合いになる。本番の日女子部をからかう男子学生オバセラの妨害があり法廷劇は中止に追い込まれる。怪我をしたヨネを運んだ女子部一同はヨネが働きながら苦労して弁護士を目指していることを知る。かける言葉が見つからないトラコは実際の事件を徹底的に調べようと提案する。